皆さんこんにちは。白衣の男が出てきました、僕は誰でしょう医者です、医者が出てきたってことですね。新しい治療法だったり新しい健康法だったり、そんないい話が聞けるんじゃないかなと思いかなと思います。でも今日は僕はそういう話は残念ながらしません。じゃあ何を話すか。実はこれです。ねえ、おかしいですよね医者が医療崩壊すべてどうするんだと僕も思います。僕も本当は医療崩壊を進めたいわけではありません。じゃあなんでこんなことを僕が言ってるか。実はですね、僕は、医者になる前経済学部を卒業しています。で、一から医学部に入り直して卒業して医者になりました。もちろん経済も良かったんですけど、なんか直接人の役に立てる仕事ってなんかないかなと思って医者になりました。で、医師免許取って、僕は内科医なので大きな病院でですね、胃カメラしたりそういうことをしてました。そうするとですね、他の病院の先生、病院の中の他の先生から、うちの患者さんご飯食べられなくなったから先生胃カメラできるから胃ろうを入れてくれないか、そんな話がよく来るようになりました。胃ろうっていうのはですね、皆さんご存知かもしれないんですけども、こうやってお腹に穴を開けて直接胃に栄養を送る、そういう栄養法です。で、僕もですね、最初は全然うまくできなかったんですけど、何例も何例もやってるうちにだんだん上手になってきて、他の先生からもうまくなったねとかですね、上手になったねとか言われて得意になってた時期がありました。そんな時に近くのですね高齢者施設に行ったら、すごくショックだったことがありました。それは病棟を、ほとんどの、病棟にいる患者さんがほとんど寝たきりで医療されていた。そしてその患者さんほとんど意識がない、寝たきりで意識がなくて会話もできない、痛いも痒いも言えない、その状態で何年も、長い人は10年以上です。その状態を見た時に僕は本当にショックを受けました。医者を辞めようかなと思いました。人の役に立とうと思って医者になった、それなのに全く人の役に立っているという実感が湧かなかった。僕は医者を辞めようと思いながら悩んでいました。その時、ちょうどですね、北海道の夕張市というところが財政破綻して医療崩壊して、でそこで、頑張っている先生、村上先生という人が予防医療とかですね、そういうのを頑張っているということで、なんか救いを求めてですね夕張に行きました。で今日はそんな話をしようかなと思っております。さあ、夕張市、皆さんご存知ですか。北海道の、まあ、だいたい真ん中あたりですね、ここにあります。札幌がここなので、まあ、北海道の中ではかなり近い方なんですけど、でもこれでもですね60キロあります。60キロっていうと鹿児島で言えばですね、だいたい錦江湾一つ丸々入るくらい、それぐらいの距離ですね。意外と遠いですね、そういう見るとね。で夕張といえば皆さんね、メロンですね。その通り、ね、メロン、そしてさっき言った財政破綻、この2つ有名ですね。でも実はですね、一番大事なものがあります。これ日本一なんですけど、これ有名じゃない、でも一番大事だと思います。何でしょう。実は高齢化率が 45% です。日本一です。今日本がですね、日本全体が 25% だから、ほぼ倍ですね。
これだけ高齢者が多い、日本一高齢者が多いところで、普通に考えたらですよ、医療は充実してくれなきゃいけないって考えますよね。でもさっき言ったように医療崩壊してしまったね。医療崩壊、一言で言いますけど、具体的にはこういうことです。それまではですね、夕張市内に総合病院が一つあって171床、それが医療崩壊、財政破綻によって市がお金を出せないよ、私立病院は継続できませんということで、小さな診療所19床になりました。病床はほぼ10分の1ですね。もちろん医者も去りました。医療機器もですね、なんと今は夕張市内に CT、MRI 1台もない、0台です。市内にですよ、病院にじゃなくてね。しかも救急病院もなくなった。救急病院がなくなるということはこういうことです。救急車が病院まで到着する時間、それまで30分台だったんだけど、なんとほぼ2倍、60分台になりましたね。もちろんちょっとした風邪とかね、そういう発熱ぐらいだったら市内の診療所で僕らが見ます。ただ、例えば心筋梗塞、例えば交通事故で大怪我したとかね、そうなった時、札幌の病院までドクターヘリで行ってもらいます。となると必然的に時間は延びますよね。じゃあこの状況で夕張市民生活できると思いますか？不安でしょうがないですよね。でも僕が行ってみたら、夕張市民はすごく元気でした。どういうことか。例えばこの人、お若く見えますけど、実はですね、60代です。60代の女性、もうすぐお孫さん中学生です。すごいですよね。この人はですね、診療所の近くで床屋さんをやってて、町の中心人物ですね。夜な夜なこの人の家で飲み会が開催されるというね。もちろん僕も参加する。はい。でそこでどんな話がされるかというとですね、今日は何歩歩いた、何万歩歩いた、今日は雪かきを何時間した、ね、血圧はこんだけ今下がってるぞとかですね、私はがんを早期発見して治療したとかですね、なんかそういういい話ばっかり聞くんですね。でこの人は何をやってるかというとですね、先ほどからちょっと不思議に思ってると思いますけど、私は病院は絶対行かない、医者は嫌いだって言うんですね、この人。で、まあ、もちろん大きな病気とか、怪我とかですね、大きな怪我とかした時は医者の頼り、お医者さんのところ行くけども、それまでは私はできるだけ自分の、免疫力を頼りに、免疫力を上げる、そのためにストレッチをやるんだって言って、座布団をこうやってね押しのけてストレッチをしてくれてる姿がこれですね。そこを僕は激写したと、ね、でもですよ、 CT も MRI も医療機器も、全ての医療機器道具です。健康で長生きするための道具ですよね。もしそれがなくても健康が保たれるのであれば、それは非常に素晴らしいことです、ね、近くに病院が、総合病院があるということよりも、市民が意識を変えるということは、病院があること以上に価値があることだと僕は思います。さあ50代60代元気な人、まあいいでしょう。じゃあ80代90代のじいちゃんばあちゃん、さすがに病院がなかったら不安でしょうがないんじゃないかとね、思いませんか。ね、思いますよね。はい、この方90代の女性、ばあちゃんですね。この方、まだお元気な頃の写真。この人ですね、診療所で肺に影が見つかって、札幌の病院で検査しました。そしたら CT とかいろいろ検査したら肺がんが見つかったんですね。肺がんが見つかったら普通は抗がん剤をやるとかですね、入院して治療しましょうって話になります。もちろんそういう
話をされたそうですが、このばあちゃんですね、なんとその1回札幌に行って検査したきり二度と行かなかった。夕張に帰って最後まで生活しました。その亡くなる直前の写真がこれ、ね、すごくいい笑顔ですよね。亡くなる前の日の晩まで饅頭食べてそうです。好きなものを食べて、ご家族に囲まれて地域の人々に囲まれながら最後まで生活することをこの人は選んだということですね。で、こんなことをしてたらですね、まあ、こういう高齢者がいっぱいいるわけです。よくよく考えたら、僕が総合病院時代に感じていたこと、胃ろうの方がいっぱいいるような世界、夕張ではですね、そういう高齢者は、生き生きとしてない高齢者は一人もいませんでした。ただこれは僕の印象です。ね、こうだ、なんかすごい世界が広がってるなと思ってましたけど、実はですね、印象だけじゃなくて数字にも出ました。例えばこれです。救急車の出動回数下がっちゃったんですね。ちなみに全国的にはこの10年でほぼ 1.5 倍、高齢化率が高まれば高まるほど救急車の出動回数はどんどん増える、ね、普通に考えたらそうだと思います。でも高齢化率日本一の夕張市、高齢化率下がってんじゃないですよ、まだまだ上がってるんですよ。2年3年前は 43% でした。今 45%、 まだまだ上がってる。でもなんとですね、こうなっちゃいました。ほぼ半分ですね。救急車が呼ばれなくなった。どういうことか。さっきのばあちゃん、救急車呼ばないんです。なんでか。だってもう命を、命の終わりを受け入れてるんですね。救急車っていうのはこの命を助けてくれという叫びのもとに呼ばれるものですよね。あのばあちゃんは助けてくれって思ってないんです。最後まで自分の家で生活したいと思ってるんです。だから呼ぶのは訪問看護師、在宅医、もちろん発熱とかですね、一時的なことで、まあこれは良くなるよってことであれば家で点滴したり在庫使ったりですね、治療します。でもそうでない時は残念ながらお見取りすると、そういう世界です。だから救急車がいる。しかもですね、医療費も減っちゃったんですね。高齢者一人当たり医療費、全国的にはものすごい勢いで増えてます、ね、さあ夕張市はなんと一時よりだいぶ下がった、ね、すごいですよね。多分救急車が減るとか高齢者の医療費が減るとか、そういう地域って全国でもほとんどないと思います。でも夕張市はできた。しかもですね、なんと死亡率まで下がっちゃったんですね。これがすごいです。日本人の死因の1位ががん、2位が肺炎、2位が心臓ですね、で3位が肺炎、1、2、3全部下がっちゃった。すごいですよね。何がポイントか。多分僕が思うに予防の意識ですね。市民が予防の方に意識を変える。病院があるから安心ではなくて、しっかり自分でできることはやるんだぞ、予防の意識、ね、日本人の病気の大部分は生活習慣病から起きていると言います。だったら生活習慣を変えればいいじゃないですか。みんな分かってるけどできない、ね、あともう一つ、終末期医療。残念ながら日本人の死亡率は 100%、 ね、日本人だけではないですけどね。いずれ医療が解決できない問題がやってきます。その時にしっかりと終末期のイメージを持っているか持ってないか、家族と話し合ってるか話し合ってないか、地域の人たちとそういう話をしてるか、もうもちろんですね、文書にまとめてればいいですよ、リビングビルとかですね。そこまでなくても地域で話をしている、家族で話をしているという、その事実があるだけでも結果は全然違うと思います。さらに地域社会ですね、若い時は予防の意識を高める、地域みんなで予防の意識を高める、そして、年を取ってきたらみんなで、地域みんなでその命を受け止める、そういう温かい地域社会を作る、これがポイントだと思います。じゃあですね、
これ夕張市民だからできたんでしょう。よく言われるんです。夕張は財政破綻したから、夕張市民だからできたんでしょうって鼻で笑われることがあります。一緒にするなと、ね、でも確かにですよ、夕張市民は危機感があったからできたかもしれない。じゃあ僕らは日本人危機感を持たなくていいのか。僕は危機感を持った方がいいと思います。なぜならば今国全体の借金は1200兆円と言われてますね。中央政府と地方自治体の借金合わせたら1200兆円、これを1人当たりにすると1人1000万ね、皆さん1000万負債を抱えています。ただ今生まれたばっかの赤ん坊と90代のじいちゃんばあちゃんを比べたら、やっぱりそこは赤ん坊はこれから長く返していかなきゃいけない、差はありますよね。となると今生まれてきた赤ん坊は生まれた瞬間になんとですね、8300万円の借金を背負った状態で生まれてくるという計算する先生もいます。しかもですよ、これは現時点の数字です。これから高齢化率はどんどん増える、ね、今日本がここです。 25%、 数十年後には 40% になります。じゃあ高齢化率が2倍になったら借金も2倍になるんですか。医療費はどんどん上がってますもんね。ちなみに夕張は今ここです。かなり先取りしてますね。でも日本中がいずれ夕張みたいに高齢化率が高くなる、じいちゃんばあちゃんばっかりになる、そんな世界になります、ね、しかもですよ、これから人口はどんどん減るらしいです。今までの100年は異常な100年でした。それまでずっとね、1000万2000万3000万でほぼ横ばいだったのに、この100年でなんと1億2000万になった。これからこうなるらしいです。よくて半分、悪いと3分の1 4分の1、ね、今までの意識で今後の100年を乗り切れるという保証はないですね。意識を変えなきゃいけない。病院が欲しい、何々が欲しい、あれも欲しいこれも欲しいという時代から、病院がなくてもやっていけるよっていうような時代になっていくべきじゃないかなと思います。じゃあですね、日本もう未来はないのか。そんなことはないと思います。これ見てください。日本はですね、高齢化率ずっと世界一なんです。これからもね、日本だけじゃないですよ、世界中が高齢化率がどんどん上がっていく。さらにこれエコノミストという雑誌の表紙ですけど、日の丸に押しつぶされてます。こんなショッキングなことをされ特集されるのも日本が注目されているからです。世界中が解決できない高齢化問題、日本はその世界一なんです。日本、世界中が注目してます、ね、だからこんなこと言われるんですね。じゃあどうするか。これが医療費ですけど、世界中医療費はどんどん上がってます、ね、アメリカ、フランス、カナダ、イギリス、これからも高齢化率はどんどん高くなる、多分こうなるでしょう、ね、じゃあどうするか。夕張はこうなったんです。下げられた。じゃあ日本も夕張の真似すればいいんじゃないですか。そしたらこうなる、ね、もしこうなったら世界中がびっくりしますよね。世界中から尊敬される高齢化対策をできる日本になれると思います、ね、これ僕は夕張モデルって言ってますけど、これからは日本モデルにしなきゃいけないなと思ってます。そんな思いで僕は九州に帰ってきました。2007年夕張市が財政破綻した時、夕張市民どうなっちゃうんだろう、かわいそうだなと思いませんでしたか。僕は九州で思ってました。でももしかしたら今かわいそうなのは僕らかもしれない。夕張市民は分かった。でも僕らはもしかしたら気づいてない、もしかしたら気づいてないふりをしているだけかもしれない、ね、日本が世界のリーダーになれる。鹿児島はですね、明治時代に日本を変えた実績を持っています。鹿児島が変われば日本が変わる、日本が変われば世界が変わると僕は勝手に思っています。なんかこう考えるとワクワクしますよね。軍事力でもなく、政治力でもなく、経済力でもなく、高齢化対策で日本は世界のリーダーになれる、そんなことを僕は考えています。
一緒にワクワクしながら世界を変えてみませんか。ご清聴ありがとうございました。